大島く君大島君大大でございます大臣、一番最初に、ちょっと大臣の基本的な認識を最初にお伺いしようと。と言いますのはね、あの高齢化先進国とか、例えば少子化先進国とか、まあ、名前は先進国というと、まああのなんかいいような気がしますけど、結局、まあ、 子子対策ががが遅れていてい少子化化進進み高齢化が進んでんだと、まあ経済でいうと日本は発展途上国だと、ねまあ、こういう認識ですよ。で今日一番最初に小月先生がねこの孤独・孤立対策の法律っていうのはねまあないにこしょうがないと、まあ、そういうことなんですよね。で私が一番 気になったのは諸外国の人が大臣のところにこの孤立ね孤独対策についてなんか日本はいかにもなんか先進国であるようななんかそういう受け取りをしてしまったのでいや僕はあの神月先生の,あの質疑の中にはやはり あの先生ずっとこういう法案の作るのに多分携われてこられて本当はこういうことがない社会がいいんだとだけど今こういう状況だからよりいい法案としていろんな制度 NPO の関係とかそういうのをお作りになったというふうに聞こえたんですけど大臣の答弁は何かいかにも孤独・孤立先進国で日本は <laughs> 他国から評価されてるよっていうようなふうにちょっと受け取った自分の認識を整理したいので、ちょっと大臣の認識を。小倉国務大臣、はい、あの先ほど、柴田委員にもご指摘をいただきました、あの誇らしげにという話でありまして、まあ、そう見えてしまったなら、あの私の不徳の致すところでありまして、あの決してです、ね、あの私どもの孤独・孤,独孤立対策が、まあ、いかにも優れていて先駆的であるということは申したつもりはございません。あ,のあくまででも申し上げたのはですね あの、まあ、担当大臣として、まあ、イギリスが、実はあの閣外担当大臣として初めて孤独孤立対策担当大臣が置かれたわけでありますが、まあ、閣内の担当大臣としては初めてであると。で、今回、あのご審議をいただいている名前がついた法律もですね、あの世界で初めてであるということであります。で、まあ、実際にあの各国ともですね、まあ、非常にこの孤独孤立の課題というのは認識しつつも。 ただこの孤独・孤立にどうアプローチをしていいかということについては、まあ、なかなか具体的なですね着想を得ていないというところであります、まあ、私たちもですねこの孤独・孤立の担当大臣が置かれてからもう2年が経過をしますけれどもまさに手探り状態で、まあ、定義をしっかり考えて実態調査を合理的な形で行い まあ相談ダイヤルも一元的にどうすればいいかということで、まあ多くの NPO の方々にご協力を仰ぎながら進めてまいりました。まあそういう意味では私どもとしてもですね、えこれがですね、あの何も。 あの素晴らしくて、あるいは先駆的で、あのこれがあの完結したモデルだということはもうとございませんで、あのむしろあのこれからもです、ねまあ、先生方のさまざまなご指摘を仰ぎながらです、ね、まあ、常により良いあのその当事者のためになるような、まあ、政策には何かということについて、まあ、謙虚に不断にです、ね、考えていきたいということを担当大臣としては考えております大島靴尾君、はい。委員長、ありがとうございます。まああの <laughs> そのように受け取った私の不徳を <laughs> 整理しながら、まあ、あのじゃあ、質問させていただきますが、まあ、2021年国民生活基礎調査によれば、65歳以上の者の,のいる世帯は約2581万世帯、そのうち単独世帯は約743万世帯とで、また東京都の資料によりますと、東京都区 区分で,す、ね、で発生した孤独死は2018年では5513件うち65歳以上は約 7, 7割の3867件となっていると2003年の65歳以上の方の孤独死は1441件。 ですので、2018 2.7年では約倍になってるんだ、まあ、こういうい状況があるんですねでこのため、高齢者等が希望する住み慣れた地域や自宅で暮らし続けられるよう、まあ、見守り支援というのが今まで以上に重要となっているというふうに考えるわけですが、現在、この見守り支援の重要な担い手と,となっている民生委員さんというのは、その具体的な活動内容として、 訪問活動による高齢者や障害者の安否確認や見守り、またこれらを通じた災害時の避難支援体制の構築への協力、そして高齢者世帯の状況調査などの実態調査への協力等も行っていると、で一方で、民生委員も高齢化が進んでいることと、欠員率が非常に高いと。 まあ成り手不足が問題になっているでこういう民選委員の成り手不足についての現状認識及びその解決策について厚労省お願いします安本厚生労働大臣政務官お答えいたします、えー、昨年十二月に民選委員の一切改選三年一度が行われ各自治体が定める定数二十四万五百四 17人に対して1万5000人が欠員となっております地域において担い手の確保の課題になっていることは認識しております厚生労働省としましてはこれまで民生委員が活動しやすい環境の整備や担い手確保のために地方交付税による民生委員活動費 自費とえー、相当分1人当たり年額6万200円の計上、また民生委員が相談・援助活動を行う上で、必要な知識および技術を習得するための研修に対する補助、また民生委員活動が広く国民に周知し、その活動への理解を促す普及啓発や、え地域の創意・工夫による民生委員 活動の負担軽減に資する取り組みを横展開するため、全国会議の場などをアボを通じて立体の周知などを行ってきております。で引き続きこうした取り組みを進めるとともに、今後調査研究事業において、民生委員の業務内容や業務量などの。 業務量等の実態を把握し民生委員活動の支援体制のあり方等を議論することとしておりますその中で多様な世代が民生委員に参画できるようにするための方策や業務負担の軽減策活動の支援策についても検討してまいりたいと思ってますさらに深く検討してまいりたいと思っております以<上>大島福祉君 はいまあ、あの私も市議会議員をさせてもらったんで、まあ、民生委員さんなんかとねあの地域でいろんな連携するんですけど、まあ、あの我々のイメージですよもう民生委員さんっていうと大体地域のお世話係の人、うん、で、まあ、若い人ってほとんどいないですよね。でまあ、大体お年寄りで まああのいろんな人のお世話の行き届く人が「ああ民生委員さんだ」みたいなそう,そういうこうやっぱ我々の固定概念があるんですけどこれもやはりそれはもう取っ払わないといけないんだろうなと。でじゃあ民生委員になるためにいろんな研修しますよとかねまあ,あのいろんな勉強がありますよなんて言われてもまあ 例えば私が田舎に帰って70ぐらいでじゃあ民生委員になるのに勉強しようかなんていうのはなかなかねよほどの人じゃないと難しいとそうすると今まで自分がいろんなものを培ってきたまあよくあるのは田舎の地元の民生委員さんってやっぱり役所の職員さんだった人とかね、まあ、そういう人がこうやっぱこうねご縁があるんですよ。というのはやはりそういうお世話をしてきた経験がありますからね。 例えばそういう介護の手続きがどうだったりとか、まあ、あの病院関係の手続きがこうだよなんていうことはいやご存知だからアドバイスもしやすいし自分の経験のあることは非常にあのお伝えしやすいんですね。でじゃあ来られた方訪問された方ですけどあの例えば私みたいに何も知らない人がいて「ああそう,ああそうちょっとそれ分かんないからじゃあちょっと役所にね聞いてみようか」とか。 ねまあ、まあ当然そういうことをつなげてあげてるんでしょうけどやはり何かこうまあ元気な人う、まあ、なればあの一人で暮らしの方で特に今日は高齢者の観点の質問をしますがそうそう健康には当然やっぱりね一人で暮らしてるからすごくこう関心あるわけですよ。 そうすると訪ねてくる人がそういう知識を持ってる人だとなんかいろいろ会話も弾むよねと。で例えば昨日訓練指導員さんが来られていや,やっぱ足腰をねやっぱこうちゃんと鍛えるにはこういうことちょっとやるといいんだよ1日5分でもこういうことやるとねあのいいんだよなんていう会話が合ってたりとかしてじゃあ次回来た時にああよくなってるじゃないですかとかね。 いやそのまま続けるとあのそれこそ介護なんか必要なくて元気出られますよなんていうそういう見守りが僕は一つのね施策としてはいいなと、まあ、まあそういう考え方があるんですだから今後ますます高齢化が進展する中で見守り支援を民生委員やそれぞれの地域のボランティアの方だけに頼るというのは非常に難しいとだから介護サービスを必要としていない元気な単身高齢者 もうそういういい人もたくさんんらっしゃるんですねでこのような方々のお宅を訪問して見守る支援をするものとしては例えば介護保険法に基づく機能訓練やリハビリのサービスを提供する機能訓練指導員のような専門の知識を持った方が携わるというのはこれ非常に有効だと思うんですね。さっき大臣もいろいろおっしゃってたいろんなものをこう組み合わせて、ね、新しい施策をやらないといけない。だから具体的なななことをやらなきゃダメなんですよ まさにその形だけ <laughs> で文章だけ作ってでやってるポーズじゃなくて具体的にだからこれはもう浦大臣なんかが厚労省にはいやいやこういう具体的なことやってみたらとかねそういう 場にしてていいいかかななきゃいけないと思ってますからそういう意味で機能訓練指導員というのは理学療法士作業療法士言語聴覚士看護師柔道整復師またはんまマ,マッサージ始発師一定の実務経験を有する針鍼灸師とかねそういう方が あの取るることができるで介護施設や要介護向けの医療施設において日常の動作を可能な限り一人で行えるようにしたり介護の必要度が高まらないように予防したりするために必要な支援をやっているプロですからだからそういう人たちをその例えば NPO なんかが組織してそういう人たちを派遣していくと。だから要はなんか何かんとか用語 ヘルパーなんとかとかいうあれだと自分はなんか病気でもないのにとかいやいや俺はお前そんな介護なんか必要としてねえんだとまあ特に一人で暮らしてる人は結構自我も強い人が多いですから、ね、だから自然にそういう形でなんかこう入ってこられる、まあ、そういう仕組みを作ることは非常に必要だとだからこういうような専門家による居宅訪問高齢者の見守る支援によって孤独・孤立を防止するだけにとどまらず。 専門家からの適切な指導によって、未病対策、そして介護予防にもつながると。で例えば、神戸市では平成23年度より民間事業者と連携した協力事業者による高齢者見守り事業というのを実施して、令和5年からは新たに兵庫県柔道政府司会というところと協定を結んで、まあ、そういった事業を展開していると。いや、なんかそういった制度を国が今回のこういう法律、 に沿って、えー、まあこれをまあ制度化するというより周知して各自治体とかそういうところにいやこういうことあるよとでこういうことをやることによってあなたのところの医療費も下がるよというようなこう提案をするねそういうきっかけになるこの法案なんだっていうようなそういう認識がまあ私は欲しいなと。まあ、そこら辺厚労省はどんな意見ですか 安元厚生労働大臣政務官、はいお答えいたします、えー、委員のご,ご指摘の事例、まあ、神戸市の事例ですが、えー、厚労省としても周知しており、単身、独居や高齢者のみの世帯が増加する中、高齢者が地域で安心して生活を続けるためには、えー、高齢者が地域で孤立しないよう、人と人とのつながりを実感できる地域づくりを進めていくことが重要と認識はしております。 このため、介護保険制度では、地域包括支援センターの総合相談支援業務として、地域のさまざまな医療、介護関係者とのネットワークを活用した継続的な見守りや、個別訪問等による地域から孤立している世帯の把握などを行っております。 こうした活動の中、柔道整復師など、理学療法士も含めて、専門資格を持った方に役割を担っていただくことも効果的であると考えております。国としては、こうしたセンターの運営に 要する経費について、地域支援事業交付金として、財政支援を行っているところでございます。引き続き、地域の実情に応じた、多様な関係者との地域ネットワークの構築の下、見守りなどの支援を必要とする高齢者を支えていることができるよう、地域包括支援センターの運営支援に取り組んでいきたいと思っております大島久扇君。当然今の ある制度に支援をこう増やしていくっていうのもあれですが今回こういう法律をわざわざ作るわけですから、まあ、あのそれに似たさっき言った NPO だとか何かに新たにそういった組織にちゃんと予算もつけますよ支援も広げますよっていう発信をするとなんかあのあじゃあなんかこういう形で頑張ってみようかとかやってない市町村とか県は ああそう,いうに取り組んでみようかとかねやはりあの一石二鳥三鳥になるようなねそういった発信を是非してもらいたいということですね、うん、で、まあ、あの今の厚労省ですけど当然今度、まあ、今日は不登校の、まあ、子どもたちに関して、まあ、今度この子ども、ね、孤独,孤,独孤立というその観点から、まあ、いろんな取り組みは今までもやってるんでしょうけど私が言いたいのはこの法律が できるわけですから、そこで新たにね、何かこう考えているようなことがあったら教えてください<上>伊藤文部科学大臣政務官お答えいたします。の 令和3年度におきまして、小中高等学校で不登校の児童・生徒が約30万人と過去最多となったこと等を踏まえ、文部科学省では、3月31日に誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめました。 でこのお心プランの中では、柱としては3つ挙げております。1つ目が不登校の児童・生徒すべての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整えること。2点目が、心の小さな SOS を見逃さず、チーム・学校で支援すること。3つ目が、学校の風土の見える化を通して、学校を みんなが安心して学べる場所にすることを柱とし、不登校により学びにつながることのできない子どもたちをゼロにすることを目指した取り組みを進めることとしております。文部科学省としましては、このプランに基づき、関係者とも連携しつつ、不登校対策にしっかりと取り組みを進めてまいります、はい、大島久造君、まああの、私の経験から言いますとね、私はあのこう見えてあの塾の先生で子どもたちにお勉強を教えさせていただいておりましたが、まあ、あの 塾に通う子供は、ね、もう辞めたいっていう時にはもうすでに言ったらもううめちゃうんですよだからいかに「この子なんかちょっとやばいな辞めそうだな」とかねなんか雰囲気おかしいなと思ったらあらゆる角度からコミュニケーションを取るんですよ。ね、辞めらられるとね商売になりませんからだからそういう認識であの常に子どもさんと接している人と普通に まあ、接してる先生とは、ね、おのずとはず違う、まあ、もっと分かりやすく言うとね公立高校と私立高校っていうのは私立高校の先生っていうのは毎年もう募集募集で一生懸命やるからいろんな知恵が出るんですね。ところが公立高校ってわ我々田舎ですから黙ってても昔は公立高校来てた今もう私立の就学支援金のおかげで逆転しちゃいましたからね、まあ、こういう状況になっていると。でそうするとまあ、僕らもいろんな不登校の あのお子さんの相談とかを受けるんだけれどまあ多いのはやっぱり先生の指導力不足なんですよこれ申し訳ないけど経験がないですからだからそういう意味においてはやはりその学校出てすぐね教職員の先生先生ってなってる子がそらいろんな今の多様な保護者と子どもの対応っていうのはほらねえ難しいというふうに私は素直に思います。でじゃあ どうなのか最後介護の関係でそういうプロねいろんな視点を入れて、えー、興味を持ってもらうように子どもたちもそのいろんなプロね子どもたちっていうのはいろんな能力を持ってるわけですよね。まあ数学とかね英語とか国語とかそういうのだけじゃなくて美術とかそれから音楽体育。 そしていろんな可能性にちょっとでも興味があるところに引っかかればねあの輝くんですよそういう意味においてはねあのもうより具体的にそういう民間教育の活力と縁を結ぶ努力をする必要があるんですよそれ子どもの救いだからねだからそういうことを今回こういう孤独孤立で思いっきりねやっぱり打ち出していった方がいいと思うんですよね そうすると民間教育の人たちもその視点でいろんな行政とこう関わりを持つとまあ昔はね教育委員会とあの、まあ、特に塾とかそういったところはあの疎遠だったのを、まあ、僕らはずっと文科省との連携を入れてきたので今非常にいい関係ですただそれは教育の関係で言うとまあ勉学だけなのでもっともっと今はねあのスイミングとか少しずつ広がってますがこれはもっと思いっきりね これをチャンスに後押しする必要があると思うんですけどそこら辺どうでしょうか伊藤文部科学大臣政務官不登校児童・生徒の支援にあたっては、あの先ほどの心プランにおきましても、教育委員会や学校と、フリースクール等、民間団体との連携強化を掲げているところです。 同校児童生徒への支援の知見や実績を有するフリースクール等の民間施設へ、教育支援センターが業務委託を通して、訪問指導等のアウトリーチに必要な体制の構築や、ノウハウの共有等を行うことを推進しているところです。ここのフリーースクール等民間団体とというところには、先ほど… 例としして挙げてげいたただきました例えば塾であったりまたスポーツをするようなところにおきましても不登校児童への対応をすることができるようなプログラムを準備している等も含むところなどは 含含ままれるとということも含めてて考えておりますで具体的には、教育支援センターの民間委託に関する調査研究の実施や、きめ細やかな支援を行うためのアウトリーチ型支援、教育委員会等と民間団体等の連携のための協議会の設置などを支援をしております。引き続き、個々の状況に応じた多様な学びの場の確保について、民間団体等とも連携しながら推進をしてまいります。大島久保君ま、あのー 政府はね、そういう姿勢でもっても、まだ市町村の頭の固い教育委員会はね、そこら辺まで行き着かないところは多々あるので、まあ、それはもう思いっきり発信してもらいたいと、でまああの今日ずっと皆さんの質疑も聞かせてもらって、で最後に大臣にお伺いいたしますけどあの、とにかくやっぱり具体的なね、具体的な政策が必要なんですよ。で 厚労省省文科省と当然今からそういったところの連携を取るという形をあのやられてますけど本当はねあれじゃないですか大臣もうねいろんな市民とか国民にそういった政策の提案を全部挙げてもらってそれで政府がこの予算はこれぐらいならちょっといけそうだなとかいうのをまあ 逆に発信して市町村にこう手を挙げてもらってもらうとか、やっぱり国民の知恵とかね、そういうのをもっと広く使ってやるべきだと思うんですだから、はっきり言うと、上の人たちがこう決めたっていうか、考えることよりも、現場の声をどう吸い上げるかっていう、そういう仕組みにね、やっぱするような新たななんかこう、仕組みを作ってもらいたいと思うんですが、どうでしょうか、大臣小倉大臣。 あの具体の政策が重要だとからこそですねまずあの孤独・孤立対策の予防の観点からはあの関係者の共同というのが重要でありましてすで、まあ、にあのモデル事業が実施されておりますけれども、えー、地方版の官民連携プラットフォーム この構築をさらに進めたいと思っておりますしあの具体の施策についてもあのただいまにおきましても、えー、例えば先ほど来話ありましたような NPO の活動をより促進をするための中間支援団体に関するモデル事業ですとかあるいは予防の観点から人と人とのつながりを緩やかに構築するようなモデル事業を実施をしてございます、まあ、今回あの法案成立をしていただいた暁にはあの事業が内閣府に移管されますので、まあ、こうした事業もですねより本格的継続的に実施 使用することが可能になるというふうに考えております。はい、大島副,副君はい。まあ,あの最後に言いたいのは、いろんなこう審議会とかいろんななんかこうやる地方でもそうだけど、だいたい決まった人が出てくるんですよ。<laughs> で事務局がやったことをその通りやるんです。だからそれじゃあね、知恵があの湧いてこないと。だからそういう意味において、今はもういろんなネットとかそういうあれでこう意見公募ができるんだから。 そういう審議会とか、そういうなんかプラットフォームを作るときに、お決まりのメンバーの知恵だけじゃなくて、当然それはまとめるのは誰かがまとめなきゃいけないんだけれどその声だけはね、たくさん吸い上げられるような、そういう仕組みを構築して、より良い孤独・孤立対策ができるようにしていただくことを要望して終わります本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散回します。